湘南アデラは日本中央競馬会に登録されていた競争馬。主な勝ち倉は2014年の阪神ジュベナイルフィリーズ。8月の新馬戦でデビュー、最後の直線で先頭に立ったもののナビオンに差し切られて2着。10月の未勝利戦で初勝利を挙げると続く500万条件の唐松賞にも勝利し連勝。 阪神ジュベナイルフィリーズではスタートが良くなかったことで、後方からの競馬となったが、最後の直線で束を一気にかわして、優勝、3連勝で、重勝、GI 初勝利となった。トライアル競争に出走せず、大賀賞へ直行する予定だったが、3月に右第3、中手骨の骨折が判明、全治6ヶ月以上で、春のクラシックを断念することになった。その後、 秋シーズンの復帰を予定していたが、10月に再び骨折が判明、全治6ヶ月以上で3歳シーズンを全休せざるを得なくなった。5月15日のビクトリアマイルで1年5ヶ月ぶりに、レースに復帰したが16着、続く福島テレビオープンは6着に敗れた。その後、9月に左前足靭帯の肝細胞移植手術を行い、休養に入った。 4月のダービー今日チャレンジトロフィーで復帰したが16着と、しんがり負けを喫した。その後福島ヒンバステークスに出走予定だったが、追い切り後に、脚部不安を発症し現役を引退した。引退後は、北海道日高町のクローバーファームにて、繁殖ヒンバとなる。2017年10月にフランケルトンの種付けのために、イギリスへ渡り、翌春に、現地で初号出産、続けて、 ロアリングライオンとの種付け後の2019年9月に帰国して2番子を、日本で出産した。ありがとうございます。